どうも山田です。はい、今回はですね、またちょっとした告知がございます。ちょっと前にですね、私山田がですね、初心者向けの PVP のレクチャー付きトーナメントっていうのをやったのを皆様覚えていらっしゃいますでしょうか。はい、まあ、言うてこの動画出してるのがね、そのレクチャー会がまあ1ヶ月ももう経ってないぐらいか、なんだかんだ、だと思いますので、まあ、そういえばそんなことやってたな山田みたいなね感じでね、覚えてくださってる方々もいらっしゃると思います。まあ、あちらがですね、山田チャンネルとして主催した初めての PVP の初心者向けのレクチャー会だったんですが、なんとですね、こちらの、まあ、第2弾といいますか、まあ、前回とは実はちょっとだけ景色が違うんですけれども、またですね、初心者の皆様にとって、こう、プラスになるような PVP の、勉強会、っていうのをですね、開催できそうです。で、今回なんですけども、場所がですね、東京ですね。はい。前回が名古屋と来まして、で、今回、ま、次どこにしようかなと個人的に、ちょっと考えていたんですけども、ちょっとお声掛けをいただきまして、今回ですね、山田チャンネルも、その枠をね、設けますので、そちらの方でよかったらやっていただけませんかと、いうような感じに、今回なっております。今回お知らせするのは、2020年、つまり来年ですね。来年の1月の25日に開催する PVP のレクチャー、PVP、まあ、今回はビギナー交流会と、いうような感じになっております。こちらどんなものになっているかというとですね、大会の名前がですね、杉並 KKC と、はい、言った、ものでございまして、こちらのイベント主催のね、要はそのポケモン GO をプレイしていて PVP をもっと盛り上がってほしいと、いうふうにですね、まあ東京の方で思っている方々から声を、かけていただきまして、まあその僕がね、名古屋の方でそういうのやっていたと。で、まあなんとなくこういうふうにイベントを回したらいいんじゃないかみたいなね、テンプレとかをまあ江野さんがね、結構作ってくれて、で、僕と江野さん結構もう二人でね、あともう安くんとも手伝ってくれてやってくれたものを、ちょっとぜひその形式でですね、うちもちょっとやりたいと、似たようなことをやりたいということで、まあ協力させていただくというような感じになっております。だからお呼ばれですね。山田チャンネル主催じゃなくてお呼ばれでございます。高井戸地域区民センターというところで1月の25日に、開催するとのことです。で、こちらなんですけども、参加者さんがですね、64名の方をですね、こちら対象として交流会をさせていただくんですが、抽選制となっております。で、この抽選なんですけども、こちらの動画を公開している、はい、この瞬間もうですね、応募開始してるんですね。応募できます。はい、こちらの応募フォームに関してはですね、概要欄の方にペット貼ってあります。もしも興味があるというね、まあ、東京だったらね、行けると、名古屋前回ちょっと厳しかったけど東京だったら行けるという方はですね、よかったらですね、こちら来てみてください。で、こちらの抽選になるんですけども、応募にちょっとですね、条件があるんですね。こちらに関してちょっとね、説明させていただきます。まず1つ目、PVP に興味がある方。まあ、そりゃそうですよね。PVP に興味がある方が、まあ、基本的には行くんで、まあ、PVP 全然どうでもいいですって人は、まあ、そりゃ来ないと思いますので。はい、まあ、まずそれが第一条件。二つ目がですね、20名以上の大会出場未経験者、みたいですね。はい、こちら、まあ、設定してらっしゃるのが、まあ、今回のその杉並 KKC のね、イベント運営をね、してる方なので、多分何かしらの意図があるんだと思います。まあ、もちろんね、大きい大会に出てる段階で、そもそも PVP 初心者ない、じゃないだろう、みたいなね。感じだと思いますので、まあ、あくまで初心者の方に向けてということでございます。そして3つ目、 TL が30以上の方、TL が30以上の方が今回の、応募条件となるそうです。そして最後、トレーナーネームとメールアドレスですね、こちらを記載できる方、まあ、つまりはですね、今回これ抽選をする上で応募していただきまして、応募フォームにこう投稿していただいたときに、まあ、トレーナー ID、はい、つまりですね、こちらトレーナー ID ですよね。トレーナー名、そのゲーム内のトレーナー ID、ID 番号じゃなくてですね、例えば僕だったら山田、000GW みたいな感じでね、山田、僕、それがトレーナーの、ね、ネームなんですけども、こちらとメールアドレス、セットでこちらね、やっていただかないと、例えば、当選しましたよとか、落ちましたよ。まあ、落ちた方は多分今回連絡いかないと思うんですけど、そのやり取りができないんですよね。だし、当日の本人確認ができないということで、こちらの2点がですね、ちゃんと記載ができる方、もう一回行きましょう。まず PVP に興味がある方。2つ目が、20名以上の大会の出場経験がない方。TL が30の方。そしてトレーナーネームとメールアドレスを記載できる方、こちらが応募条件でございます。でですね、今回ちょっと残念ながらなんですけども、18歳
以上の方を対象とさせていただいております。ですね、山田チャンネルをですね、やっぱ見てくださってる視聴者の方の中にはですね、やっぱりその、小さいトレーナーさんもね、いらっしゃるので、そういった方もですね、ぜひ来てくださいと言いたいんですが、今回のですね、こちらのレクチャー会がですね、夜になっちゃうんですよ。もう20時過ぎちゃうんですよね。で、そうなってくると、やっぱりちょっと未成年の方って、まあ、要はその、もう高校生までの方っていうのは、ちょっと、18歳以上の方のみと、しないと、ちょっとね、多分運営の方が怒られちゃうんですよね。普通にね、国に怒られちゃいますので。はい、ということで、今回に関してはちょっと申し訳ないんですけども、同伴でもちょっと18歳未満ですよね、の方は、ちょっと参加ができないということになっております。申し訳ございません。そしてこちらのご応募なんですけども、応募の受付がこちらの動画の公開とともに、募集しておりまして、そして応募の締め切りが12月の19日、金曜日の23時59分まで。はい。つまり12月の20ですね、20日になった段階で応募は締め切りでございます。気をつけてください。そして当選発表ですね。当選発表はですね、もう翌日にどうやら行くみたいです。12月の20日土曜日の早朝とかまでにこう、当選者へ連絡、メールですよね。っていうのがおそらく来ることになると思います。ただ当選者さんには連絡行くんですけども、落選者には落選しましたよってメールが、おそらく行かない形になるのかなというふうに思われます。そしてですね、今回ですね、どうやら参加費があるみたいですね。参加費は、500円でございます。はい。まあ、多分会場とかのね、お財布のね、会場費として、やってるんだと思います。はい。それではイベント当日ですよね。どんな感じのことをやるのかっていうものを、少し説明させていただきます。まずはですね、PVP についての講習会っていうものを前半に行います。その後ですね、PVP をですね、普段からガチってる方々と、今回のその参加者さんですよね。どうやら4名の、要はビギナーの方ですよね。に、1人のもうガチ勢がくっついて、こう、5人チームみたいな感じになって、この4名はこの1人のね、もうベテランの方から、こう、PVP についてレクチャーをしていただくと。で、その方からの指導を受けた上でパーティーを作ったりだとか、実際に PVP でバトルしてみたりだとか、っていうことをやっていくような形になります。当日の詳しい時間ですよね、とかの、詳細についてはですね、概要欄の方にですね、URL ございます、イベントページございますので、よかったらそちらの方からご確認ください。はい、ということでこちらが、まあ、イベントの概要でございます。で、これはまあ、名古屋のね、僕、その山チャンネル主催でやった時もそうですし、今回のね、水難 KKC さんが、やるこちらのイベントも両方とも同じなんですけれども、やっぱりその PVP の初心者の方が少しでもね、やっぱり敷居が高いと思っていて、ちょっと取っかかりにくいと、ちょっととっつけにくいというような方がですね、少しでも興味を持ってもらえると、少しでもこう、あ、楽しいと、あ、やっぱりやってみようっていうふうに思えるためのきっかけとしてね、結構僕はこういうのに、やっぱその、もっと精力的に関わっていきたいし、僕自身も主催していきたいなと思っていきまして、今回のイベントですよね、今回のビギナー交流会、もですね、まあ少しでもこう、対戦の楽しさを、もう体感することで、まあ最終的にちょっとでもね、強くなるためのコツとか、はい、そういったものを持ち帰っていけるような会になればいいなというふうに個人的にも思っております。ということで、こちらのイベントですね、来年1月の25日に開催いたします。抽選制とはなってしまいますが、少しでも多くの方がですね、楽しんでいただければなと、勉強になれるような会になったらいいなと思っております。ということで、概要欄の方にですね、まあ、こちらの応募に対しての条件や、あとは当日の流れ、さらに注意事項等々書いてありますので、そちらの方を読んでみて、行ってみたいなと、思われた方、ぜひ来てみてください。当日ですね、僕自身もやはり会場にいますし、あとイベントが終わった後ですよね、例えばやっぱりね、山田いるんだったらちょっと一旦写真ぐらい撮っとくかとかサインもらっとくかみたいなね、そういった方もいらっしゃるとは思いますので、そういった方のための、その僕との交流の時間っていうのもね取らせていただきますので、その辺はご安心を。ということで今回はこの辺で終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また私はまた Twitter、Instagram やっております。よかったらフォローお願いします。それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。